皆様こんにちは。本日は皆様に最新高速度カメラメモリカム Q2M について特徴を3点ご紹介していきたいと思います。まず Q2M の1つ目の特徴ですが、解像度と感度になります。 Q2M はメモリカム Q シリーズの最新機種で Q1M、Q1V の後継機種になります。従来の Q シリーズでは解像度と感度の性能をカメラごとに分けていたのですが、Q2M ではそれぞれのメリットを統合し、かつ向上させています。 Q2M の最大解像度はフル HD 約200万画素あり、 ISO 感度はカラーモデルで8000、モノクロモデルで3万2000にもなります。全シリーズの Q1M と比較すると解像度で約 1.5 倍、 ISO 感度で約8倍にもなります。次に Q2M の2つ目の特徴ですが、カメラ本体のコンパクトさになります。カメラ正面のサイズは 62mm×62mm、 奥行きは 87.5mm で、最大 16GB までのメモリを搭載した小型一体型カメラとなっています。本体重量は 670g と軽量で、片手でも容易に持ち運びが行え、ロボットアームや顕微鏡、マグネットベースにも簡単に取り付けられます。カメラプレートには固定対象に応じてさまざまなネジ穴を用意しており、カメラの縦横のサイズが同じなので、カメラプレートはどの面にも取り付けられ、縦置き、横置きを自由に選択して設置いただけます。 Q2M では16対9の横長センサーを採用しているので、撮影環境や被写体の動作に合わせて縦長、横長の映像を撮影できます。メモリカム Q シリーズでは小型・軽量のコンセプトに合わせて対衝撃性能も有しており、 Q2M でもそのコンセプトが引き継がれ、 200G の対衝撃性能によりさまざまな振動・衝撃の環境下でご使用いただけます。ちなみにこちらのレンズも対衝撃性能を持っており、弊社にて設計製造を行っております。最後に Q2M の3つ目の特徴ですが、カメラの使い勝手になります。カメラ自体の取り回しの良さは先ほどもご説明しましたが、カメラシステムも簡潔で撮影の準備も非常に簡単です。撮影現場へはカメラと制御用のパソコンをお持ちいただければすぐに撮影準備が行えます。カメラ操作を行うためのケーブル接続もシンプルで、 Q2M では専用の Qcam ケーブルを使用して、通信、電源、各種信号のケーブルを一括でカメラに接続することができ、ケーブル接続の煩雑さや配線ミスなどの心配がなくなります。簡単にメモリカム Q2M の3つの特徴をご紹介しましたが、より詳細な製品情報、使用事例、お問い合わせなどございましたら弊社のホームページまでお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。